第14番はアレグロモルトと書いてあります。とても陽気、快活に演奏しましょう。この3つの音に3と書いてくくってありますけれども、これは3連符と言います。1拍の中に3つ音が入るときに3連符が作られます。この左手の3連符はさざ波のように軽やかに弾けると良いですね。で、そのためには和音の種類を分かっておくことが大事です。この曲はドミソとシファソ、そしてソシファの3種類です。で、シファソとソシファは波長調の属七なので同じ仲間です。この曲は1度と属七だけでできていて、とても響きはシンプルです。そしてこの曲の特徴として、おおらかな感じの三拍子が大切です。4分の3拍子で1、2、3、1、2、3ですね。で、この時には左手の3連符に気を取られすぎず、音楽の流れを進めていきましょう。